ロゴコンチャイトロは、チリ最大のワインメーカーである。チリ最大のワインメーカーである。1883年のスペインの名門貴族、一族のメルチョルコンチャイトロによって創業され、フランスのボルドーより、カベルネ・ソービニオン、ソービニオン・ブラン、セミオン、メルロー、カルネメールの品種のブドウの株を仕入れた。最初は、マイポダニのブドウ園からの出発であった。1923年より、 チリにおいて株式公開した。1933年よりヨーロッパへ輸入を開始している。現在、チリにおいてはマイポ、マウレ、ラペル、コルチャーブア、クリコ、カサブランカの5カ所、アルゼンチンの面倒さの合計6カ所8720ヘクタールのどう園を管理している。1994年よりニューヨーク証券取引所に上場している。日本においては メルシャンが取り扱っている。2010年には、イングランドのサッカークラブマンチェスターユナイテッドと、オフィシャルワイナリーパートナーシップ契約を締結し、同年末には、コピアポコ山残落盤事故から生還した33人の、甲府を本拠地オールドトラフフォードで行われた、アーセナル戦に招待している。カッシェロ・デル・ディアブロのボトル。ありがとうございます。